はい、それではね、こちらリネン&ビスコースのですね、ボーダーデザインクロスのね、紹介になります。でこの生地なんですけどもね、今ね世界的にもね、生地の名産地になってる、ヨーロッパのね、トルコの、生地になっております。はい、でこの生地のね、まず、特徴なんですけども、このね、ボーダーデザインなんですよね。でこれプリントじゃなくてね、こう織りでね、柄が表現されてるところがねすごくね特徴的で、基本のベースはねオーガンジーなんですけども、そこがね太糸と合わせながらすごくねこう立体感のあるね、こう楽しい、プリントがねこう表現されてるんじゃないかなと思います。はい、で厚みなんですけども、厚みはね薄手のタイプになりますので、軽やかなね、羽織のデザインなんかでもねこういいんじゃないかなと思います。風合いはね程よい張り感とね、こう柔らかさがあります。やっぱりねこうリネンとねこうビスコースですね、ビスコースってレーヨンのようなね素材なんですけども、まあ、ナチュラル感もあるし、またねこう柔らかさもあるということでね、ぜひねこれ洋服なんかにもね使っていただきたいなと思います。はい、次にね、ドレープ見てみましょう。はい、ドレープもこんな感じでね、すごく綺麗なドレープ、いけるんじゃないかなと思います。で、程よいね、こうボリューム感もね、こう出ますので、ぜひね、この動画もね、参考にしていただきたいなと思います。で、ちょっとね、この生地、透け感見てみましょう。どんな感じな感じかっていうとね、このくらいの透け感になります。ぜひね、この辺も参考にしてね、作品作りね、こう活かしてほしいなと思います。はい、で最後に生地幅なんですけども、これね133センチありますのでね、洋尺の方も余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。今回の生地透け感もあって薄くてね、本当に柔らかいタイプなんですよね。なので気軽に羽織れるようなカーディガン風のタイプをジャケットをね作ってみました。素敵ですよね。で透け感もあるから、これからの季節にねこう冷房対策とかで着ていただいてもね着やすいんじゃないかなと思います。で柄も生かしたシンプルなデザインで作ってみました。で、ね、この周りはね細い三つ折り仕立てになっているんですけれど、こうしたね三つ折りなんかもとてもね仕立てやすいね素材になっております。で涼しげにも見えますので、こうしたね羽織物もいいですし、あとストールなんかもね作っていただいても素敵なんじゃないかなと思います。ぜひねこれからの季節に合わせて楽しみながら作っていただけたらと思います。